ベルちゃん、お散歩してたらまた怖いところに来ちゃったね。またばいきんまん、怖いよ。またこの前みたいに妖怪がいっぱい出てきたらどうする？もうばいきんまん、怖いこと言わないでよ。もう私本当にもうこりごりなんだから。パオパパパパオ、よかった、メルちゃんとバイキンマンもいた。パオ、あ、パオタくん、パオタくんも迷っちゃったの。パオ、パオタもお散歩してたらなぜかこんな怖いところに来ちゃった。パオ、3人で早く帰ろう、怖いよ。俺様も早く帰りたいぞ。パオタも早く帰りたい。パオ、あれ、ちょっとちょっと、バイキンマン、パオタ、なんか面白そうなもの落ちてるよ。え、メルちゃん、またなんかおかしなもの見つけたの？早く帰ろうって言ってるのに。いいじゃない、いいじゃない。ねえねえねえ、これなんだろう。ほらほら、見て見て、何か落ちてるよ。怖いお人形さんの顔が描いてある。パオ、これなんパオ、またメルちゃんおかしなもの見つけて。こんなのもいいから早く帰ろう。いいじゃない、ちょっと中開けてみましょうよ。怖いパオ、怖いパオ、いやパオ、パッケージからして怖すぎるぞ。じゃあちょっと開けてみるね。中からガムが1枚とお話の書いてある紙が出てきたよ。バイキンマン、じゃあそれちょっと読んでみてよ。え、俺様が読むの？パオー、怖いけどちょっぴり聞きたい。パオー、え、パオタまで。じゃあちょっと読んでみるね。旧校舎のトイレ、超怖い話、その148。昔から使われていた校舎の隣に新しい校舎が建てられた。今は新しい校舎で授業を受けている。ただ旧校舎の理科室だけは今も使われている。近頃その横にあるトイレを使うと姿を消すという噂がある。パオー、なんかバイキンマン読み方怖い。パオー、いいよいいよ、バイキンマンいい感じだよ、早く続き聞かせて。いい？じゃあ続き読むよ。隣のクラスのメルちゃんが行方不明になったのも、え、ちょっと私と同じ名前じゃない、貸して貸して。バイキンマン、メルちゃんじゃなくてメイちゃんだよ。ごめんごめん、えへへ。じゃあ続き読むね。隣のクラスのメイちゃんが行方不明になったのもそのトイレのせいだと話題になっていた。そんな中、ついに私のクラスに理科の実験授業があり、運悪く後片付け当番になってしまった。すべて片付く頃にはすっかり辺りが暗くなっていた。そんな時、ふとトイレの噂を思い出してしまい、急激に行きたくなってしまった。パオー、行かない方がいい。パオー、嫌な予感しかしない。パオー、ちょっとパオタうるさいよ、早くバイキンマン続けて。なんか読んでて怖くなってきたよ。トイレの個室はなぜか見事にすべて使用禁止の紙が貼られていた。限界も近いので仕方なく貼り紙を無視して一番奥の和式トイレに入り用を足す。あれ？あれ？ちょっとバイキンマン、なんでやめちゃうの？続き聞かせてよ。なんか続きを読むにはこの袋を開けなきゃいけないみたいなんだけど。
俺様も怖いし、続き読むのやめない？何言ってるパオ。途中まで読んで気になるパオ。開けちゃうパオ。なんだよ、パオタ一番怖がってたくせに。じゃあ、開けちゃうね。大丈夫？大丈夫パオ。ちょっとびっくりして気絶しちゃったパオ。バイキンマン、続き読んで。本当に平気？それじゃあ続き読むぞ。すると便器の底からゴゴゴゴゴゴーと重くて鈍い音がし始めた。気になって耳を近づけていると、突然、便器の底から爪が伸びきった青白い手が出てきたのだ。覗き込んでいた私は頭ごとつかまれ、そのまま便器の中に引きずり込まれてしまった。ちょっとパオタ君、気絶してる場合じゃないよ。まだお話終わってないから。もうパオタくんをほっといて続きを読むぞ。大丈夫、持ち直したから。早く続き読んで。今私はめいちゃんと一緒に次のこのトイレに誰かがやってくるのを待っている。真後ろにいるトイレの幽霊に怯えながら、怖いパオ、怖いパオ、震えが止まらないパオ。俺様も呼んでてゾクゾクしたぞ。ちょっとさすがに怖かったわ。あれ、パオタ君どうしたの？ブルブル震えてるけど。パオ、パオタ、ちょっとトイレに行きたくなってきたパオ。このタイミングで？ちょっと、やめてよ。でも我慢できないパオ。パオタ、見つけたよ、トイレ。ちょうどあったから、ここ行っておいでよ。いやパオ、いやパオ。あんな話聞いた後で、トイレなんか行けないパオ。でも、トイレ行きたいんでしょ？ここで待ってあげてるから、行っておいで。わかったー。ちょっとトイレも行きたいし、頑張って行ってくるパオ。待っててパオ。待ってるから。ギャー！ギャー！ちょっとパオタどうしたの？どうしたのだパオタ。誰かがうんち流してなかったパオ。気づこう。びっくりさせないでよ。そんなの流しちゃえばいいでしょ。俺さんもびっくりしたよ。早く流しちゃって。そんなのパオともびっくりしたパオ。臭かったパオ。もう怖いから早くしちゃって。待ってるから。あー、すっきりしたパオ。よし、じゃあ早く帰ろうか。パオタ。え？メルちゃん呼んだ？私呼んでないよ。俺様も呼んでないよ。気のせいじゃない？早く行こう。冗談やめてよ。私何も言ってないよ。俺様も何も言ってないよ。怖い。もう俺様ダメ。帰るー。私もー。バイキンマン待ってー。
あれ、パオタとバイキンマンとメルちゃん見かけたからちょっと脅かしてあげようと思ったのに、何を先に言っちゃって。本当に3人とも怖がりなんだから。ドキンちゃん遊ぼ。え、呼んだ？呼んでないよね。